カーチスライト CW-22AUS ネビー SNC-1 インセプテンバー1943カーチスライト CW-22 は1940年代にカーチスライト社が製造したアメリカ合衆国の対応の多様と高等練習機である。本機はアメリカ海軍で SNC-1 ファルコンという名称で偵察練習機として運用された。 CW-22 は、CW-19 から、短座の CW-21 系戦闘機、迎撃機の開発を通して、カーチスライト社のセントルイス工場で開発された。試作機は1940年に初飛行を行った。CW-21 よりも低出力と、低性能な単用複座で、全金属製の CWA-22 は、 引き込み可能なオリン式膠着装置を持ち、その主脚は主翼仮面の覆いの中に後方へ引き込まれた。CW-22 は民間のスポーツ機や練習機、軍用の戦闘訓練機、偵察機、汎用機として使用された。試作機の CWA-22 ファルコンはカーチスライト社のデモンストレーション容器として使用され、現存する4機の中の1機である。 一機の SNC-1 は、フロリダ州ペンサコーラにある、アメリカ海軍の国立海軍航空博物館に展示されている。AUS ネビー・カーティス SNC-1 ファルコン、トレーナー・アット・ネーバル・エアーステーション・ジャクソン・ビル、フロリダ、オン8ジャニュアリー1942、ライト、R ・アール -975、ワール・ウィンド・クーレイ星型エンジンを搭載した本機の主要な顧客は、 オランダ領東インド陸軍航空隊であり36機が輸出された。進行してくる日本軍のためにこれらの機体はオーストラリアのオランダ当局に納入しなければならなかった。発展型の CW-22B はトルコ、オランダ領東インドと少数が南アメリカへ販売された。CW-22 と CW-22B は2丁の機関銃を装備していた。無武装の高等練習機型はアメリカ海軍に売り込みが図られ、訓練の必要性の拡大の時流に乗り、1940年11月にアメリカ海軍は150機を発注した。さらなる発注により合計は305機となり、これらは SNC-1 ファルコンと命名された。また、 第2本帝国陸軍は太平洋戦争初戦期に東インド陸軍航空隊の CW-22B を数機路角しており飛行第75戦隊、飛行第50戦隊、第9連製飛行隊などでは体内保有機とされた CW-22B が練習機や連絡機として使用されていた。トルコで収益した カーチスファルコン CW22 日本軍に露獲された、ボーイング B-17 フライングフォートレス、カーチスライト CW-21B、カーチスライト CW-22。出展、初編性能、カーチスライト CW-21CW-22 カーチスライト CW-24、カーチスライト CW-25。ありがとうございます。